どうも、収納時、小島ジックというわけでございまして、今回はですね、神奈川県横浜市にあります、暮らし評論家の我が道ライフ、大木さとみさんのお宅にお邪魔しております。よろしくお願いいたします。前回ですね、玄関、そして、リビングを見せていただきまして、今回はいよいよ、キッチンでございますよ。こちらでございますよ。いやー、素敵なキッチンというわけでございます。今回はですね、キッチンのいろんなところを見せていただきたいと思います。うわー、素敵。このキッチンはどこのキッチンなんですか？これ、東洋キッチンさんです。おしゃれな方のお宅に行ったら東洋キッチンよう聞くわ、うん、このステンレスのキッチンというのは東洋キッチンさんが多いですね、うん、そうですね。やっぱりもうステンレスと言ったらというか、なんかもうキッチンを始める前からなんか東洋キッチンさん、東洋さんってなんかステンレスに強い会社みたいなので、なんかやっぱり素材に安心感があるかなという気がして、うちもキッチンステンレスが良かったので、だったらじゃあ東洋さん行こっかみたいな感じで見に行きました。これってここ移動できるんですか？そうなんです。ここってこうって下に二重になってるの？そうなんですよ。なのでここに、まあ、物も置けるし、洗った物をここに一置きができるので、水切りかごとかを考えたことが一度もない。だからすっきりしてるんだ。どんなに置いても向こうからは見えないので、なんかいつもキッチンがすっきり見えるみたいな、ただ佐藤さん、僕今一生懸命水切りかごを開発してるんですよ。おお。だから水切りかごはあってもいいんですよ。だからでもね、すっきりしてるんだね。ちょっといろんなとこ見せてほしいです。こういうことか、はい、あ、どうぞどうぞどうぞ。うわぁ、すっきりしてるわ。ここはどういうものを収納されてるんですか？本当にここで使うものなので、うん、アルミホイルとかサランラップと、うん、あとジップバッグみたいなのを入れていて、これは何？これあのチラシ畳んでるんですけど、これこうやると、もうあの生ゴミをここに捨てて、おばあちゃんの知恵袋みたいな。そうそう。生ゴミって水がかかるから臭くなるんですよ。でなるべく水につけない方が匂いがなくて、そうするとあの捨てる時にもそんなに不快じゃない。だからなるべく水につけないようにこういうところに捨てるようにしてます。あ、水がかかるから臭くなるんですか？そう、臭くなる率が早まる。あ、なるほど。どこのこれは？これがあのあれです。さらしなんですよ。ほうほうほう。さらし。私キッチンペーパーはあんまり使わなくて、さらしを使ってるんです。そう、なんか野菜拭いたりとか水切りとか、もう全部さらしで済んじゃうんですよ。で、あの何かをこうギューって絞るとか、さらしだとすごい強いので、玉ねぎのみじん切り水でさらしたと絞るとかがめちゃくちゃ楽にできる。ね、洗って何回も使えるから、なんかこうキッチンペーパーをストックしとく場所も少なくて済むし、買いに行く頻度も少なくて済む。ないキッチンペーパーない。ほんまや、ないです。今気づいた。キッチンペーパー使わない、あんな便利なもの。ほぼほぼ使わないです。じゃあちょっと今ここにあるのはあの銀行か何かで粗品でもらったキッチンペーパーを今細々と使ってたりしてます。ここにティッシュなんですね。あ、そうですね、もううちこの家建てた時からもうここでずっと17年間。このティッシュはどういう使い方ですか？これはあの子供がだあの花粉症の時とかに鼻をかむとか、それぐらいですか？あ、でもここなんですね。そもそもティッシュをそんなに使わないので。あ、そうなんですか、ティッシュって1日に何回も使うのかな。うちはもうほんまにもう異常なほど使います。そうなんですか。何に使うの？なんであんなこぼすんやろうちの子供。もう途中からね、わざとちゃうかなっていうぐらい本当に冗談で1日10回ぐらいこぼしますよ。こぼした時は、うちこの布巾を使ってるんですけど、この布巾がめ
ちゃくちゃよく取れるんですよ。あの拭き取れるんですよ、水。スポンジワイプって言うんですけど。スポンジワイプ、はい、濡らしてないとこんな形なんです。あ、ちょっとなんかこうなん段ボールみたいな感じの分厚さよ、うん、でちょっと固くてね、で濡らすとこんなに柔らかくなるんですけど、まあこれの吸収率ちょっと試してみます、うん、例えばこんな水からしても、うん、これで、うん、あーってやるとね、ちょっともう通販みたいになってるのかまた通販がじゃない、すごいこれすごくない、すごい吸収率が、子供がお味噌汁垂らそうが、うん、何しようがもうこれふわーって、いいこれ、うん、パルプなのでこれ、ね、土に埋めると24週間って、ね、土に帰る、自然素材なんだ、本当かよと思って、うん、私一回試したことがあって、うん、本当になくなってました、埋めてるんですか、埋めてます、はー、だからもう今って本当にそのね、ゴミの処分の仕方っていうのもね、うん、考えないとダメな時代で、なるべくゴミを出さないように、ね、ゴミを捨てるにもやっぱりね、お金がかかっちゃうから、じゃあ自分の家に入れるものっていうのは厳選してね、ちゃんと選んでいきましょうねっていうね、でもなんかこうやってお気に入りが1個できると、うん、買う時に迷わないんですよ。なんかそれがすごくね楽、あんまり深く考えずにパッと変えるので、なかなかお気に入りってできるといいんですよね。確かに、すげえ引き出し1個でこんだけ喋りましたねこれ下もいいですか。いいですよ、いいですよ、はい、こちらもこっちはね結構もう、おお素晴らしい、これはどういう仕組みですか。こっちからこっちは調理器具ですよね、はあはあはあ、ここで使うものが入っていて、はいはい、半分からこっからもう向こうは掃除系です、うん、お掃除系だ、ネックがまとまってるんですね、はい、これをファイルボックスを使って縦型収納、はい、ね、でボックスがずれないようにこういう風なね、うん、このストッパーグッとこうね止めれるやつ、うん、でこういうこれ IKEA ですよね、はい、そうです、 IKEA のボックスにこういう風にして仕切りをこれ作ってるというね、うん、こういうやつですね、うん、そうそうそう、これあの100円ショップであのドアポケット、冷蔵庫のドアポケットがね見つかったりもするやつ、やっぱりね、ま、なんか混ざりがちなものってね、うん、割とキッチンのものって形が決まりきってないじゃないですか、うんうんうん、なのでちょっとこうやって仕切りとかがあると混ざり合わなくて目的のものがすぐ取り出せて、やっぱ1個あのちっちゃな工夫ですけれども、あるとないのとではだいぶ使い勝手が違いますね。ちょっとしたことやけどこういう風にしとくとね、うん、もう日頃のことがねちょっとこう軽減されるから、うん、でこっち側にお掃除用品をまとめてて、もう上から見たらどこに何が入ってるか分かるようになってるんですね、うん、はい、そうです。そうだ、これはそれにゴミ袋収納してます。サイズ別に分けてるってこと？そうです、そうです。で一番よく使うのがこの真ん中のゴミ袋なので、うんうんうん、ちょっとこれ一番取り出しやすい位置。これ？はい、これはもともとは？それは無印良品さんの文房具売り場にありました。そうですよね、資料なんかを分けたりするときに使うものですもんね。そうです、それにこうかけてるんだ、はい、無印良品のボックスだからこれがちょうどこういうふうにあるわけだ、ぴったりですね。ね、こういうなんかゴミ袋の収納もすごい参考になりますよね。なんかこうね、こう置いてるとこう取り出しにくかったりするけども、こうやってスッと取れますもんね。そうですね。そしてこちらコンロの下が、はい、調味料と調理器具を入れています。ここに調味料系なんですね。そうですね、あと液体のはこっちにも入れてるんですけど、うんうんうん、とにかく立ってコックピットみたいに何かしらができるようにっていうので、うんうんうん、ここにギュッとまとめてます。泡立てるのと か、 なんかそこまで使用頻度は高くないけど持っておきたいっていうのはさっきの引き出し、下の方の引き出しに入れてる。こちら側、はい、こちら側そこにの一番奥に入れてます。ここね、はい、ここが2軍、うん、なるほど、こっちは1軍です。なるほど、そういう風にして分けてるんですね。本当にすぐパッと使いますもんね、はい、そして下が、はい、あのよく使う、よく使うというか、まあ、この全部ですかね。これは、はい、これはどこに使うんですか。これがですね、
あのシャンブルさんというところで発売されているものなんですけども、なんと私があの心地よい暮らし研究会って言って、あの同じような思いを持った仲間5人で活動してるんですけど、そことリンネルさん、宝島社のリンネルさんと、あと島村グループのシャンブルさんというところ、あのスクル&リンというブランドがあって、そこから発売をしてもらったフライパンになります。これ里見さんがたちが開発されたもの。そうなんです。ちょっと僕めっちゃいいトス上げてしまったじゃないですか。ありがとうございます。今だ打てみたいな、もうちょっとこだわりを教えてください。ちょっとどういう、こんな色あります？いやもう思ったよ。だから触ったの。この色いいな、好きな色よ。でこの取っ手の色もすっごいいいでしょ、うん、まずはここですよね、うんうんうん、でフライパンって浅いとあのチャーハンとか漏れません？うん、漏れる。でもこれだけ高さがある、深さがあると、うん、割と何でも混ぜられるんですよね、うん、柄がちょっと短いんですよ。短いから、うん、あのここにから出ない。だ調理中ほら助からないっていう、すごいこの取り回りがしやすいんですよね。なるほどね。いやこのさ取っ手が長いとね、ほんと危ないね。だから下にこう取ってさ、こう当たった時にバサッとね、なってね、ほんと大やけどするからね。で蓋もついてるんですけど、蓋はこうやって、ね、立てることが、まあ、嬉しい。もう我々ね、もう収納プロ大好きな、もうこの立てる収納、縦型収納大好きよ。大好きでしょ、うん、しかもくるってするとこう縮まるんですね。なのでくるってやると開く、うん、くるってやるとわ高さを抑えることができるので、うんうん、このまま冷蔵庫にしまったりとか、うん、あと棚、うちは立てて収納してますけど、棚にこうやってね置きたいっていう人は、うんうん、その高さをちょっとこう狭めることができるので、いろんな棚にも収まる。これすごいよくできてる。お揃いの、うん、鍋もあるんですけど、見ていただいていいですか、うんうん、これいや、かわいい。なにこの形、かわいいでしょ。かわいい。これ鍋なんですけど、うん、ほら持ち手がすごく持ちやすくて、出っ張ってないから、うん、収納がめちゃくちゃしやすいんですよ。ほんまや。でこれ中がコーティングされてるので、うん、ま、もちろんお味噌汁とかも作れるんですけど、あの炒め物もできて、え、これで？で揚げ物もできる。そうなんだ。あのお弁当とかの揚げ物ってちょっと少量の揚げ物とかしたいときは、うん、もうこれで揚げちゃってます、うち。よく考えられてる、うん、あのシャンブルさんって結構ね全国に店舗があるらしいので、うん、そこの店舗で売られてます。あ、そうなんですよ。ネットとかでは買えないですか？オンライン通販もあって、うん、シャンブルさんのオンラインストアっていうのがあるんですね、うん、で、あの季節によってちょっと商品が入れ替わるので、うん、出てる時もあるし、出てない時も。あ、そうなん、まあ、ほんなら一応そのシャンブルさんの URL を概要欄に貼っときますね。ご視聴いただきありがとうございました。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。